皆さん、こんにちは。本日は、戸田市現代美術館主催のインタープレテン第1期出展作家、松原めぐみによるレクチャーパフォーマンス、赤の謎かけと、本展のキュレーターの一人である、金沢こだまによる対談をご視聴いただき、誠にありがとうございます。実はこのイベントは、本来インタープレテン第1期が開催される予定であった4月19日に、美術館内で一般のお客様の観覧を募集し行われる予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、美術館の一時閉館とインタープレーテン会期の変更に合わせて約3ヶ月遅れ、オンライン上での開催の運びとなりました。作家の松原めぐみさんは、普段はモロッコのフェズと東京を拠点にしながら、世界各地で活動をされています。実は昨年、十和田湖を中心に青森県各地に滞在されて、リサーチを行いました。また、4月の上旬から国際芸術センター青森に、の協力を得て、そちらで滞在しながら本展の作品のための制作を行いました。インタープレー展は7月23日からオープンいたしますが、皆様にこの展示室で直接作品をご覧いただく前に、このレクチャーパフォーマンスと対談によって、様々なアプローチの方法で、この作品を体験していただければと思います。ではまず、松原めぐみさんのレクチャーパフォーマンス、赤の謎かけから始めさせていただきます。松原めぐみさん、お願いします。こんにちは、松原めぐみです。この日を迎えられること、今からこの部屋でご一緒できることを本当に嬉しく思っています。私が今いるこの展示室、この空間は私によって真実スラッシュ自由と名付けられた赤についての空間です。新しい作品を作るために、十和田市現代美術館が招いてくださって、十和田市を訪れて、私の希望で何よりもまず初めに、十和田湖の 湖の水に触れたい。その透明さ、深さ、それを体で知りたい。とお願いしまして、初めて十和田湖を訪れてから間もなく1年になります。予定通り、こうしてこの展示室に新しい空間が立ち上がり、この部屋から今日お話ししていることに深い感謝を感じます。この準備を惜しみなく熱心に進めてくださった美術館の皆さん、また特に間近で助けてくださった里村麻里さん、三留さやかさん、中川千恵子さん、鷲田メルロさん、そして今日ここでお話をすることが叶う金沢こだまさん、本当にありがとうございました。そして制作にあたって、青森で大型のスペースを必要としていた私、私を受け入れ、そして実際には8年ぶりに青森に戻ってきた私を、まるで懐かしい家に戻ってきたかのように、まるでそんな風に私が感じるほどに親しみを込めて支えてくださった国際芸術センター青森の皆さん、感謝しかありません。ありがとうございました。短くはない制作期間、学芸員の金子由紀子さん、村上彩さん、木江野由香さんはじめスタッフの皆さんには、あらゆる角度から支えていただきました。ありがとうございました。1年前に初めて訪れた十和田湖では、一人で過ごした時間、
とか、そして触れ合った水だけではなくて、十和田湖畔に立つ山樹というスペースがありまして、そこに泊めていただきながら、そちらに集う十和田湖畔に住まう皆さん、そうした方々には、私だけでは知り得なかった一人一人の宝物のような景色を十和田湖の周りに見せていただきました。十和田湖は本当に広くて深くて、どこからどこを見つめるのかは無限に開かれていました。そして、十和田湖から改めて私が町にしばらく何日か滞在して戻ってきたときに、市内の温泉の水風呂でたまたま一緒になりました8歳ぐらいの女の子、小さな水桶の中で言葉を交わしたその女の子の一言が、その後私が十和田湖だけではなくて下北半島へ、そしてさらに北へ奥へ進みながら、人ではないものが主人であるような山々、湖、海岸へとさらに足を進めていくきっかけになりました。赤の謎かけ、赤が私に謎をかけているとも取れるこの言葉、赤とは何ぞや、それが私がこの政策を通して質問し続けていることだと思います。私が今いるこちらの展示室の空間、ここを作っているのは3つのインスタレーションです。赤の部屋には何もなく、目が燃えるまでここに、赤い光を見るばかり、それぞれそう名付けています。その3つのインスタレーションが十和田市現代美術館のこの F と呼ばれる展示室で、一つのバランスを保って、私がこの部屋全体につけた、名付けた真実スラッシュ自由という一つの空間を作っています。私が行ったことは、この空間に私の身体、私の体を通して赤の原因を持ち込んだことです。赤を私が知覚できる最小の単位に、粒子に、あるいはそれ以上に粉々に、もっと小さく、細かく、そうした粒子の中に探し求めて、捉えて、青森まで運び込みました。並べられている石と石膏以外、そこの土台になっている石膏以外、青森のこの土地、あるいは日本の大陸にもともとあった粒子は一つもありません。持ち込んだ粒子はここの光にさらされて目まぐるしく変化しています。赤い光を見るばかり、私の背景にあるのは4メーター ×4.4 メーターの粒子の集まりです。どこか別の大陸に、別の大陸の土に属していた鉱物、植物、花、種、昆虫といったものを粉々にして、私が知覚できる赤だけを理由に集め、運び込み、青森で石膏の中に直接練り込んだり、あるいは擦り込んだり、上書きしたり、そうして重ねています。実際には、自然界から得られる赤色というのは、最も退色しやすい色だということができると思っています。また、明かりが消えていくときに、そのスペクトル上、人間の可視の領域でのスペクトル上の話なんですけど、明るさが消えていくときに、闇の中で一番最初に見えなくなっていく色でもあります。
この4メートル ×4 メートルのまとまりの中で、実際には天井高は 4.4 メートルなので、上までは見えないんですけれども、4.4 メートルあるんですけれども、4メーター ×4.4 メーターのこのまとまりの中で、粒子、色を放つパーティクル、これらは動いて変化し続けています。昨日の夜中の2時頃に、私が今ある十和田市では、すごい大きな雷がありまして、でそこで、まあちょっと寝入っていたんですけど、目が覚めてしまうほどの大きな雷の音がして、で次第に空の光がだんだん派手になっていきまして、時にはこう、見たこともないような明るい真っ白なピンクに空が全部染まってしまうような、そんな大きな雷が鳴っていました。でも今朝、起きてみるともう何事もなかったかのように、もう青空も出ていまして、雨も止んで、全く違う風景が広がっていたわけなんですけれども、そんな数時間の空の変化、その様子にも似た目まぐるしい変化、それは赤を追いかけて立ち上がったこの私の後ろにある石膏の上でも次から次に起こりました。穏やかな変化も激しい一瞬の出来事も同じようにここに並んでいます。目が燃えるまでここに、私の足元に並ぶこの赤みがかった石、これは何十万年も前から活動している十和田湖という活火山が、湖ですけれども火山である十和田湖が噴火した時に遠くに飛び散った溶岩、その中でも最も軽くてガスや空気というのを大量に含んでいたために、最も軽くて火口から最も遠くまで飛ぶことができた、そういう力を持っていた石で、溶岩というよりは浮岩、浮岩というふうに私は呼んでいます。というのもこれらはただの軽石よりもさらに軽くて、水に浮くほど軽いからです。あまたあるそうした噴火に由来する遠くまで吹き飛んだ石、軽石を含めた石、浮岩を含めた石の中でも、ここに集めてきたのは赤く光る粒子を含む石ばかりです。ビデオだと少し見づらいとは思うんですけれども、これらの床に並んでいる石はすべて赤い表情を持っています。正確に言うと、光に照らされると赤く照らし返すような粒子が多く含まれている部分がある、そういうまとまりです。本当に粉々になってあまたある軽石、遠くまで飛んだ石の山の中から、私が実際に和田湖よりも少し南の方に下りまして行ってきて、で石の山から全てがそのような赤い粒子を持っているわけではないので、その中から選んで私の目で視覚できる赤い粒子、そういうものが石の中に含まれているものを選ん で、さらにはそれを一つずつ手で洗い、さらにふるいにかけて、その水の中で今度水に浮いてきたものだけ、それだけを選んでここに運び込みました。これは石のような形をしていますが、いろいろなさまざまな形をしていて、手のひらに乗るぐらいのどれも大きさで、石のような形をしているんですけれども、
手のひらに乗せると本当に軽くて、強く握ると今度は少し柔らかくて、粉々に砂のようになってもしまいます。とても不思議な存在です。そして粉々になった砂のような世界、小さなパーティクルと、例えば空以外何もないような、家一軒すらなくて生き物の声すらしないほど何もない世界、そんな場所に初めて訪れたのは、私にとってはサハラ砂漠でした。今から7年前、6月だったと思うんですけれども、初めてその時、その日、サハラ砂漠にたどり着くと、私を連れてってくれた人は用事があるからって言って、いなくなってしまったんですね。それで一人っきり、なぜか初めて行ったサハラ砂漠ですごく暑い日で、家もほとんど何もない、何もない砂だらけのところに、ポツンって置いていかれて、まあ実際にはちょっと日差しというかあったので、そこに、で、強い日差しから身を守ってはいたわけなんですけれども、何時間か一人で置いていかれたときに、ね、その時に、本当に初めての日に、こんな言葉が浮かんで書いたテキストがありまして、ちょうどこの図画を眺めているときに、そのテキストのことが思い出されて、今日ちょっと読もうと思いました。実際には英語で書いた短いテキストだったので、それを日本語に訳しています。砂漠に足跡。砂漠の真ん中で、砂の地面の上に横たわった。私は小さく、かつて想像したどんな自分の小ささよりも小さく。私の足跡など、全く何の意味もなさないと感じた。まして私の涙など。その瞬間、一滴の涙が砂に触れた。涙の粒はあっという間に砂で固まった。そっと触れてみても固まったままだった。それで手のひらに乗せた。涙が蒸発すると手のひらに砂が残った。その砂はかつて想像した一滴の涙の重さよりずっと重いのだった。この砂漠の足跡のテキスト、この中で経験していること、これが思い出されたというのは、その赤みのあるこうした石、そして触ってみると実際には本当に崩れるように柔らかい、空気がたくさん含まれているからなんですけれども、崩れるように柔らかいこの軽い石、どれだけ軽いか、ちょっと説明ができないぐらい軽いこれらの石、この光を受けて赤く返す粒子の分量が多い、この粒子の塊が何か液体のようなものが固まってできたものだということも、このテキストが思い出されたことと関係があるのかなと思っています。粒子の変化、そのこと自体を感じ始めたのは、このサハラ砂漠での経験が最初だったのではないかなと今思い返すと思います。私も粒子のようだ。すべてが同じレベルで粉々であると感じたのもこの時が最初でした。そうした粒子が集まって一つになった私の体、私たちの体は流れていて、何も実際には忘れず、それどころか自分が一生だと思っている
生きる時間、生きている時間以上に何もかも知りながら生きているのではないか。もしかしたら生まれる時にすら全てを知っていて、その知っていることを忘れたふりをして生まれてくるのではないか。そんなふうにも思います。生きている間、私たちがそれを順番に少しずつ思い出す。私の体が、遺伝子が、細胞が、もともと全部知っている真実を、私自身がそういう粒子の邪魔をしない限り、順番に私に思い出させてくれるのではないか。そんなことを感じるようになりました。赤の部屋には何もなく、もし雨が逆向きに降ったら、その音は雨の音に似るだろうか。レッドノイズは雨の音に似ている。声が赤い色をまとったら、言葉は意味を忘れて光の中を動き回り、発する前、言葉になる前の姿で空に向かって降る雨のように詩を歌うだろうか。音にも色がありまして、ノイズを色で解釈することができます。そこから想起して、この部屋には、今は無音ですけれども、美術館の開館している8時間の間、時々、レッドノイズの、そういうスペクトルの領域で、更新やコミュニケーションを図ろうとする音が流れて、そういうことが起こります。声がノイズに、レッドノイズの領域で接続しようとしたり、ノイズが声になろうとしたり、雨が逆向きに降ったり、音の世界で自由に、この部屋でそんなことが起こります。自由、自由について、もう一つ、これは私が書いたものではありませんが、詩を読みます。リベルテ、ポール・エリュアール。学校のノートに、机の上に、そして木に、砂の上に、雪の上に君の名前を書く。読み終わったすべてのページに、まだ真っ白なすべてのページに、石、血液、紙、さもなければ灰、君の名前を書く。金で塗られたイメージの上に、戦士たちの武器に、王者たちの冠に君の名前を書く。ジャングル、そして砂漠の上に、生き物たちの巣の上に、エニシダの上に、こだまする子供時代の上に君の名前を書く。夜のもたらす奇跡の上に、日々の白いパンの上に、誓い合った季節の上に君の名前を書く。持っているすべての青い布に、かびた太陽の沼に、月の明るい湖に、君の名前を書く。野原に、地平線の上に、鳥たちの翼の上に、そして影となった風車の上に、君の名前を書く。夜明けに吹く風の一つ一つに、海の上に、船の上に、とてつもない山の上に君の名前を書く。
ふわふわ浮く雲の上に、雷雨の流す汗の雫に、重い退屈な雨に君の名前を書く。光放つ形あるものに、七色の鐘の音に、自然の真理の上に君の名前を書く。目を覚ました小道の上に、敷き詰められた道路の上に、溢れかえる広場の上に君の名前を書く。灯る明かりの上に、消える明かりの上に、立ち並ぶ家の木並み、君の名前を書く。二つに切り分けた果物に、鏡の寝室の空の貝殻ベッドの上に君の名前を書く。グルメで可愛い飼い犬に、ピンと立ったその耳に、ぎこちなく歩くその足に君の名前を書く。戸口に置かれた踏み台に、いつものオブジェに置物に、聖火の流れに君の名前を書く。授かったあらゆる肉体に、友の額に、差し出されるすべての手に君の名前を書く。驚いてみた窓ガラスに、注意深く閉じた唇の上に、沈黙をはるかに超えて君の名前を書く。壊された避難所に、倒れた灯台に、苦悩の壁に君の名前を書く。望んだ覚えのない不在に、むき出しの孤独に、死の足跡に君の名前を書く。取り戻した健康に、消え去った月に、思い出せない希望の上に君の名前を書く。それで、たった一つの言葉の力でもう一度生きる。この世に生まれてきたのは、君を知るため、君の名前を呼ぶため、リベルテ、自由。この詩は、今日のために日本語に訳しました。フランスの詩人、ポール・エリュアールが書いた、リベルテ、自由という詩です。この詩の中で、自由は名前です。思いつく限りのすべてのものの上に上書きされる名前です。これを聞いている皆さんの上にも、これを今日読むことにした私の上にも、私が今いるこの場所、このトーク、この展示室、この作品の上にも上書きされる名前です。私がすべてを忘れても、姿形が変わっても、その上にこの名前が書かれます。私が生まれるよりもずっと前に、この詩によってそう望んだポール・エリュアールは、今日私がこの部屋で使う自由という言葉の上にも、リベルテと上書きをするかなと思いまして、それが、もし偶然のことであったとしても、私がこの空間に、真実スラッシュ自由と名付けたからには、一度ここで、ポール・エリュアールのリベルテに、私の体を通っておいてもらおうと思いました。自由という言葉を、私が偶然の一致でこの場所に召喚したと今言いました。ですけれども、真実は、それが偶然かどうかは私が決めるところではありません。去年、十和田湖を去った後、秋に私はフランスのパリに立ち、調べ物をしていました。ポンピドゥセンターの一角に芸術専門家のための、特殊な図書室がありまして、
そこでは紙切れやメモのようなマニュスクリプトを含めた膨大なアーカイブに当たることができます。私はそこでシューレアリスムと深い関係がある詩人のポール・エリュアルの初版本に触れようとしていくつかタイトルを探していました。実は最初の日に私が司書に、図書室の司書の人にお願いしていたのはエリュアルのファシルというタイトルの詩集でした。ファシルはフランス語では、簡単、イージー、楽なといった意味を持っています。ところがこのファシルの方は貸し出し中で、展示のためにパリの図書館を離れて南仏の美術館かどこかに行っていました。ファシルの代わりに図書館の司書が書庫から出してきてくれたのがエリアルの当時の別の出版物でリベルテでした。これはそのこと自体はこの空間に自由という言葉が使われている直接の理由では全くないんですけれども、その詩を一度読んでしまえば私の知っている自由の上にも私の見る赤色の上にも名前のように呪文のようにリベルテ自由が降りかかるに違いないと思います。同じようにありとあらゆる自由もエリュアルに限らずありとあらゆる人の自由も発する自由も、そしてもし発して粉々になった意味も言葉も存在もこの空間の中に降りかかるのではないか、降りかかることができるのではないか、実際降りかかっているのではないかと感じます。真実スラッシュ自由、赤の部屋には何もなく、目が燃えるまでここに、赤い光を見るばかり。私の真実は緑も青も黄色も白も紫も黒も、今私の目に映るすべてのすべてが赤色に見えることです。私の自由は私の身体を通してその赤を、その赤を運び渡すことです。ここにあるのは始まりの赤です。そして動き続けるやむことのない赤です。乾いては消え、剥がれ、燃えては灰に、水で流れては忘れられ、それでも心に残る何層にも重なり合った赤色を巡り巡ってこのような形で十和田に運び込み、置き、残していきます。松原さん、ありがとうございました。次に、本展インタープレー展第1期キュレーターの一人である金沢児玉さんとのオンライン対談を始めます。金沢さんは、お住まいの上海よりつないでいただいております。では、松原さん、金沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
イヤホンを装着しないといけないんですが、これをお願いします。ちょっと待ってください。大変お待たせいたしました。はい、聞こえますか？はい、聞こえております。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。今日のトークすごい胸がドキドキして聞いていました。私のドキドキが伝わっていたあの YouTube をご覧の皆様に私がいる場所について少しご説明したいと思うんですけれども、あの私は今上海という町に住んでいまして、とはだから、まあ、2000キロ以上離れた場所にあります。で、まあ、そこからこのインターネットを介してつないでいるという状況です。で、インターネットっていうのはどういうものを伝ってこの送信が可能になっているかといいますと、まあ、海底をこう這わせたケーブルによってその電子信号が通っていくわけですね。で、その海底ケーブルっていうのはもうとにかくその国境も越えてもう何千キロというところをつないでいるというところなんです。で、日本ともちろんその上海が通信するときには、まあ、あの映像と音がたまに途切れたりもするわけですけれども、まあ、そうやってその海底をもう何千キロもこうケーブルが張っている様子を思い浮かべますと、いや、なんか むしろで、そのケーブルとその中 の信号たちは本当によく頑張ってるなと思います。で、まあ、あの途切れることもあるかもしれないですけども、あの感謝してあの応援してあげてください。で、またあの私は今ですね、あの展示室にいることができなくて、まあ、自宅 の自分のパソコン の12インチのディスプレイで、十和田市現代美術館の展示室にいる松原さんを見ているという状況です。で、12インチのディスプレイというのはだいたい横が30センチぐらいで、あの縦が26センチぐらいですね。で、あのズームにはまたさらにあの枠がついてますから、まあ、もうちょっと小さいこう窓をですね、返してなんかこう覗き見てるみたいなあの感じがあるんですね。で、そうやってそのすごい遠い場所と、まあ、やや、まあ、音がプツプツ切れたりするんですけれども、まあ、そういう不安定な通信状況で小さな窓を覗いていると、なんか割とこの、宇宙船に乗って地球と連絡を取ってるみたいな気分になったりもします。で、なんか、まあ、宇宙船はよくあのヒューストン Do you copy? って言いますよね。あれ聞こえてますか、うん、って意味ですけど、なんかまあ私たちも今あの今聞こえてますか、十和田聞こえてますかって何回もあの確認しながら、まあ、このトークを進めていくことになるかもしれません、うん、でもまあせっかくなので、まあ、今日私っていうのはそういうどこかもすごい遠い場所から、まあ、松原さんとあと松原さん その肩越しに見える展示の様子とか、このさっきの松原さんのトークのお話を手がかりに松原さんへいくつかの投げかけをしていきたいと思っています、うん、はい。で、であの面白いなと思っているのは、ま、松原さんご自身が実はその人生の中でずっとそのいろいろな世界の場所を旅してきた方だというふうに私は思っているんですね、うん、で、なんか、ま、これまで その過去の作品の話を伺っても、これはあのまあ、あのパリで作りました、これはモロッコで作りました、これはメキシコに行った時に、なんかそのいろんなあの世界の場所が出てくる。で、またその今回の作品には、まあ、十和田湖の火山活動とかね、そういうすごい昔のことも題材にされていると思うので、割とあの私の頭の中では本当に松原さんっていうのはその地球上のすごいいろいろな場所をこう行き来する人、またさらになんかこう現代だけではなくって、その地球が経験してきた
時間というものもなんか一緒にこう旅をしているよう なんかそういう印象の作家なんですね。で、まあ、今日はですね、あの絵的には私は宇宙船に乗っていてですね、あの松原さんはドラえもん のタイムマシンに乗ってるよう なんかそういうこうちょっとこう離れたところでこの通信が交錯しているというような印象をなんか自分では持ちながらこのトークしたいなというふうに思っています。なんかつながってることがすごい嬉しくなってきます。いや本当に本当にそうだと思うんですよね、うん。まあ、その今はまあ私たちはまさにそのコロナウイルスの感染が拡大しているっていう世界的状況の中に生きてるわけですけど、その中でやっぱりそれがなければこのオンラインのトークということが実現、まあ実現しないわけじゃないんですけど、やっぱりこの状況になっていろいろな人がちょっとやってみようかっていうふうになってきた。で、私たちもこの不安定な通信状況の中ででも面白そうだからやってみようっていうふうになったっていうのは本当に今なんかせっかくの機会だなというふうに思ってもいますね。実は今あの面白そうだからやってみようかっていうのは確かにそうなんですけれども、何が面白いかっていうと一応ただ補足をしたいだけなんですけど、私は金沢さんとお話しするのが面白いだろうと思ったんですね。というのはその金沢さんが来れる来れないに関わらずだったんです。それはなのでそのもちろん最初の当初の想定では金沢さんここにいてこの展示室を見てあの実際にこの空間を経験してからお話をするつもりでこれを企画しているし、私たちはなんですけど、そのじゃあ今金沢さんがおっしゃったようなちょっと人が簡単に移動できないような状況が急に起こっちゃった時に、じゃあトークを中止しますかって言われたかもしれないんですけども、私は全くそういうつもりはなくて、何かこうコミュニケーションの意思っていうのだけは強固にあったんです。コミュニケーションがそのことによって遮られてはいけないような、そのコミュニケーションの意思自体は消えないんで、そのどうやってやるかっていう手続きは少し消えるかもしれないんだけれども、大切なのはコミュニケーションをする、更新をするっていう意思で、それがあるのにそれが断ち切れることはないだろうっていう、すごくあのオプティミスティックな感じがあって、だから今日こうやって遮られずにある意味ではつながっている、私がよく金沢さんの声が聞こえて、このここにはいらしてないのに私たちはこうして話しているっていうのは、その意思によるのかなって思って嬉しいです。そうですね。で、なんかちょっと奇跡みたいなことを感じたりとか私は今なんかしてますね。で、なんかその まずその今読んでくださった詩なんですけど、なんか特にその自由についての詩は、はい、私実は知ってたんですよね。で、なんか別にそのエリュアールのファンとかそういう意味じゃなくて、これあの1976年に書かれた大島由美子のローズティーセレモニーっていう、まあ、少女漫画があるんですけど、まあ大傑作なんですけど、そこはでもまあその確かに多くの人が知ってるかどうかわからないです。ちょっと年配の方が多分し年配の女性の方が知ってるんじゃないかなと思うんですが、そこにすごくまあ印象的に使われた詩だったんですね。で、主人公の女性は、まあ、ある男性のことをすごい好きなんですけど、高校の同級生ですね。でもその男の子が、テスト廃止運動っていうのを学校に対してやってるんですよ。うん、で、まあ、結局その男の子にその結局というか、まあ作品の冒頭でその女性は振られてしまうんですけれども、まあ、そのテスト廃止運動の同志として一緒に戦いますと言って、うん、でもその冒頭からずっとこの詩がこうダブってくる、うん、その自由をこう求めるすごいこう儚い気持ちが切ない気持ちとなんかその死母の情みたいなものがこう相まってこう現れてくる、まあ本当に何ていうか切ない作品で、でもまあその自由というものが、まあ、彼らにとってはつまりテストを廃止するってすごく難しいことだと思うんだけど、それをこう
帰宮して止まない気持ちみたいなものをテーマにした作品だったんですね、うん、でまあ種明かしをするとその男性の余命はあまり長くないんですけども、うん、そうい こう限られた時間という意味ではまあ人間みんな限られた時間を生きてるわけですからその中で何ができるのか、うん、でその中で帰宮する最上のものは自由であるというようなことをまあ歌った詩が、まあ、そこにこう重なってくるのはすごいまあ印象的でさらにまあちょっとあの知識的なことになりますけどこの詩というのはポール・エリュアールがナチスにまあ対抗して、まあ、そのレジスタンス運動の中で書かれた詩っていうことをまあ後から知ったわけですけれどもなんかそういう獲得できるかどうかわからないものの中で、まあ、書かれている非常にまあ強い意志というものを、まあ、伝えてくれるものだなというふうに思うんですね。そう考えますと本当にこの不安定なインターネット状況の中でつながろうという、うん、意志を私たちは持ってあの今日のトークをやっているという何かすごい目に見えないつながりみたいなものを感じたりはしました。で、あの作品についてもう少し聞いて伺っていきたいんですけれど、あの旅について、まあ、私さっきあのパリに行ってあのモロッコに行ってあのメキシコに行ってみたいな話をちょっとしましたけど、たくさんのところ行かれてますよね、松原さん。あの人数で言ったらたくさん私よりもよっぽどたくさんの国に行った方もたくさんいらっしゃると実は思うんですけれども、ただその場所に観光旅行に行ったのではなくて、あの基本的に滞在をして何かしらの調査をしたり、あの制作をしたりっていう期間を設けるので、あの基本的にはそうですね、短くても数週間っていうのが、うん、あの年間の中に何回か同じところを訪ねたり、あるいはまとめて2ヶ月とか3ヶ月といったまとまった時間をある場所で過ごして、でそこからまた飛行機に乗ってまた別のところに行ってっていうようなことが、あのことが多いんですね。でなのでその私が行きたくて、その実はあらかじめ予定していて来年のいついつはここに行こうって言ってした旅行は実はほとんどないなって今言われて思いました。そうなんですね。はい、だからそのもしそんなことをし始めたらとしていたらきっともっとたくさんのところも行けるんだななんて逆に思っちゃいました。でも去年のあのトワダも結構長い時間いらっしゃいましたね、うん、はい、確かあの1ヶ月ぐらい去年滞在していますと、はい、3週間かな、うん、3週間ぐらいはいました、うん、トワダに初めて来た時に、はい、なのでそのぐらいの時間でこう 2,3 日でっていうわけにはちょっといかなくてですね、始めていく場所だと、だから、そういうことでそのいろいろな土地とか場所をあの短いといってもそこに何年も住むというのとはまた全然違うので、その何か急速なこう知り合うコミュニケーションのこうが加速してその間にその町とかその場所とかその土地っていうのとの更新速度がすごい加速しているような感じがあって、なのでそのちょっとここを訪ねてまたいつか戻ってくるからいいやっていうよりはちょっと行くとなったらそこに照準がシュッて合うタイミングで行くので、そうするとその1ヶ月っていう時間だったり数週間2ヶ月3ヶ月っていう時間でもなんかとても濃い時間のような感じもするんです。なのでこう短いような長いような、それがどういう時間感覚なのかっていうのは私にとってはちょっとかかりかねるところがあって、2ヶ月や3ヶ月でものすごくこう重層的な時間を過ごしてるなっていうこともあります。同じ場所を何度も訪れるのはまた全然違う体験なんですけど、うん、初めて行く場所、例えば、まあ、十和田だったら十和田港の行ったことなくて初めて行くとかそういうのも含めてなんですけど、その何かこうフォーカスとアテンションをそこに向けて、でそして体験するっていうのはまたちょっと全然違うあの速度とか違う密度で知り合うことになって、でそういうものがいくつかあると
単にこういろいろな場所に行っているっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけど、数で例えば300カ国行ったことがありますとか、そういうのとはまたちょっと違うかもしれないんですけれども、なんかさまざまなあの会話がそこにあったり、さまざまな出会いが、まあ、人間だけではないいろんなものとの出会いがあって、それにこう敏感になっている状態で自分をそういう状態に準備していく行った場合の時間っていうのは、特に準備なく行く場合とはちょっと違う時間の過ごし方をするから、結果的にこう出会うものの何かこうすごく処理できないぐらい多いような感じがすることもあって、でそうすると何カ国っていう数で測量するものではないようなあの出会いの数を感じるという言い方はできるかもしれないです、うん、あんまりあれですよね、その滞在の目的みたいなのを設定しないですよね。そうですね、目的はそのなんていうか先にスケジュールをしないです。こういう人に会ってこういうインタビューをしてみたいなのを細かく設定しない人だなと思ったんですよ。全くしなかったですよね。金沢さんに最初に、私は実は最初にスカイプした時のことを覚えているんですけど、私が本当にあの日はメキシコに着いた日だったんですよ、確か。で、着いたから、あの、じゃあスカイプを、最初のミーティングとしてスカイプをするみたいな。で、メキシコはそれまで行ったことがなくて、ホテルの部屋から、あの、金沢さんに繋いだと思うんですけど、その時だったか、まあ、それより前後で、まだ、あの、作品のプランなんかも、特に何も、まだ、金沢さんからも聞かれない段階で、あの時に、金沢さんに何か、あの、こう、希望というか、何かこう、意図しているものはありますかって、私に新作を作るにあたって、そういうものありますかってお伺いしたんです。確か、私が。そしたら、金沢さんは全然、あの、ありませんと。その、好きでにしてくださっていいっておっしゃってくれたんです、信頼して。で、それはすごく嬉しかったんですけど、でもその時に、あ、でも、あの、一つだけ、例えば、松浦さんは空間を作ってくださると思っているので、例えば、あの、絵一枚描いて、絵画をやりましたって言って飾るっていうのとかは特に想定しておりませんって言われたんですね。そういうのは想定しなくて、空間を変えるということを想定しています。はい、それが忘れられなくてですね、私。っていうのが、結果的に私は、あの、これを絵画だって私が言ってるわけではないんですけれども、その、顔料とか、そういうもの、色素を使って、ある程度平面的にそれを使っていくっていう作業をするからなんですね。でも実際、金沢さんにその言葉を聞いたときに、その、まあ、絵画は想定してないと。あ、そうか、絵画をやらなきゃいけないのかって思ったみたいな、私は逆にそれを考えて。っていう言ったら変だけど、ちょっと甘の弱な、その、その何か、そこに、なぞなぞみたいなものが、私の中で、ちょっと生まれたのもあります。でも、それは、あの、実際にやったことと、すごく、それに縛られてたかって言ったら、全くそういうことはないです。ただ、今、ちょっと、あの、お話の中で出てきただけなんですけれども。絵画っぽいものもやってみようかな、みたいな。いや、なんかちょうどそのメキシコに行く前だったんですけれども、メキシコでその、顔料っていうものをに触れたかったんですね。それだけは決めてた。さっき目的を決めないって、あの、っていうのは確かにスケジュールとか決めないし、アジェンダをあまり決めないんですけど、だけど、なんかその土地に行って、例えば、十和田に最初に来た時に、十和田湖にの水に体を触れさせることから、スタートして作品を作るにはことがしたい。何かそういう意思だけは最初の、あの、モチベーションがあるんです。それでそのモチベーションだけまず実行して、あるいはそこに身を置いてみて、それをに、あの、その後、感じること、知覚することの方を信じるというか、先にそれを経験する前に自分で決めておくことよりも、何か、どうしてもしたいことっていうのがまず一個あって、そのどうしてもしたいことをやると、次にしたいことが、もっとすごくクリアに、正確に分かってしまうっていう、その近くのことを信じているので、なので、あの、決めないっていうのは、決めてもそのようにならないからなんです。うん。先に決めても。うん。あの、実際にはずれていくからなんです。もし先に決めたとしても、その時そうだと思ってたとしても、一番その時にやりたいこと以外のことは、だんだんずれていく。
やりたかったかもしれないことなんだけど、その時に私が本当にやりたくなることとちょっとずれていったりすることが分かっているので、うん、そうね、はい、うん、だから先に全部決めない、うん、あのメキシコではまあ顔料の調査、うん、っておっしゃってましたけど、なんかその微妙にやっぱり今回でも十和田の作品とこう重なってきましたね。つまりその、はい、あのまあ、顔料、つまり色のその、まあ、原因、赤の原因っておっしゃってましたけど、まあ、その色を作るものっていうのが、まあ、あの鉱物のことは多分多いと思うんですけど、まあ、他にもその植物だったりとか、あの、まあ、特に赤は、だったり、そうですね、はい、こっちにいるっていう、まあ、有名なすごい赤い、はい、あの色素がありますよね、虫由来の、はい、なんかそういうところでなんかすごくこう、あのまあ、バリエすごいさまざまなバリエーションのある、まあ、顔料が考えられる色だったと思うんですけど、うん、なんかそれとその十和田の、まあ、今床にこう並べてあるこの溶岩の赤というか、まあ、こう鉱物からこう出てきた、まあ、ものというものが、まあ、すごくこうがっちりこう噛み合わさっているのが、まあ、面白い、印象的だなと思ってますね。うん、それはですね、本当にがっつり噛み合わさっているのかもしれないです。というのは、というのは、あの、メキシコは、実際私が滞在して制作をしていたのは、メキシコシティという首都ではなくて、あの、ワハカ州にある施設だったんですけれども、その、メキシコシティにも、あの、いろいろ動き回りまして、少し。で、その、メキシコシティというのは、もともと湖の上に立っていた文明があって、で、それをスペインの侵略があった時に、あの、湖を埋めて、その上に新しい町を作った。湖の水の上に美しい都があったわけなんだけど、神殿とかも全部立っていたのが、それの、まず湖を埋めてしまって、さらには建物を塗り替えるような形で作られた都市だっていうことがそこに、あの、歩き回っていて分かりまして、でそうしたことと、それから例えば大学の施設やなんかを歩いているときに、まあ、このなんかこの壁は随分綺麗だななんて思ってこう触ってみるような、なんか変わった壁があったりして、黒いなんか光ったとても大きな、あの、綺麗な壁が大学の施設の中にあったりするんですけど、でそれをたまたまこう一緒に歩いてる人が、そういった質学とかにの学者さんかだったのか、こうすごい詳しい人 で教えてくれて、これは壁じゃないです、これは溶岩ですって言われたんです。これは昔か、このここに溶岩が流れてきた時のそれがそのまま残っていて、でそこの周りに私たちの施設が立っている、そういうような場面も出くわして、でそうしたことが、ちょうど、十和田湖というか、十和田を視察のために訪れたのが1年前の夏なので、その、ちょっと前、春の時、私は、メキシコでそういう経験をしていたわけなんです。その、顔料の分類っていう移動に。その時、顔料と特に溶岩が繋がっているとか、そういうことを、あの、何か事実関係を調べていたとか、全くなくて、ただ私のこの体が、メキシコの土地に降り立って、ふらふら歩いていたっていう、そういう状況だと思ってください。で、その時に、その、でも、あ、この下は、で、まあ、メキシコってよく、あれですよね、あの、水害があったり、洪水が、洪水っていうか、あの、雨で、災害があったりするんですけど、あるし。で、それ、そうしたことが、あ、この下に、本当は水の都で、本当はさらに、その、それもカルデラ湖で、その下に火山が、あるのかということもここで分かっていくわけなんですけど、でその力を感じつつ、まだお腹にここら辺にそれがうごめいている状態で、十和田に私は4月の終わりかな、8月かなにたどり着いたわけなんです。でその時、十和田湖に実際にそのままほとんどすぐに行ってみましたら、今度十和田湖でシーンと静まり返った、その、まあ、夏だから透明でちんと静まり返ってるとは言っても、そんな冬みたいに何もかも凍って、あの、周りの木々が凍りついているような、張り詰めた静かさじゃないですけど、そんな中にも、水深326メートルの十和田湖の透明な湖、相変わらず私何も知らずに行ってしまうところがあるので、
透明だ、深いっていうことは知っていたんですけども、それ以上のことは特に調べていなかったんですね、自分で。なので、その一番深い、水深が深いと言われている326メートルあるというところまで行けば、真下まで、326メートル下の、そこまで見えるんだろうと思った。それを期待して、ほとんど信じて、そうやって行ったんですけど、まあ見えないわけない。326メートル。そうか、見えないのか。っていうことがなって納得するぐらい、そういう意味では知らなかったんだけれども、でもそこで、その透明な水の冷たい、本当に綺麗な水の、静かな水の下に、河口があると。そこから、噴火口があって、その下に20万年、もっと前からずっと動き続けている活動がある。で、私の、皮膚が切れたら流れ出てくるような、あんなものが、あんなもののもっとすごいものが、何かこう、動いているのかな、なんてことを想像し始めると、なんか、とっても不思議な気持ちがしてきて、で、そうすると今度は足元のが引っ張られるような、で、足元の下に、今度その直前に行っていたメキシコの湖やそこにあった文明だったり、そこの、火山活動が同じものにつながっているのかな、なんていう感覚を強く覚えたんです。なんかすごくその、まあ、色って言ったらなんか、まあ、一文字で色で赤って言ったら一文字なんだけどそこにもうものすごいなんか、まあ、鉱物とか、まあ、地球の歴史とか、まあ、地球のテクトニックスみたいなどうやって星ができていったのかみたいなそのエネルギーのありかみたいなものもそこに入ってくるし、まあ、そこからこう人がどういう、まあ、営みを続けてきて、で赤っていう色をこう生み出していったのかみたいなものがこうシュンってこう全部こう入っていくよう なんかそういうイマジネーションをまあ感じる作品だなっていうふうに、まあ、今回は思ってますね。それでもう一つでも教えてもらいたかったのがお話の中に出てきたレッドノイズって何なのかもうちょっと教えてもらえないかなと思います。はい、音の世界にこうノイズを色の周波数と同じようなこう周波数の形からその分類する色のスペクトルでのように分類する呼び方がありまして、例えばホワイトノイズっていうのはテレビのが全部ザーってなってしまった時のあれはホワイトノイズって言って多分、上手に私がテクニカルな言葉で説明できるかちょっとわからないんですけど、そのフラットに全てのノイズの信号が高くなっているというか、雑音がのレベルが高くなっているような状況、同じフラットに全部がノイズが聞こえているような、あらゆる周波数。それが、ホワイトノイズで。で、ブラックノイズっていうのは逆に、ちょっと黒が反対側にありますよね、スペクトルと色の時でも。で、そうすると、ブラックノイズっていうのは何かっていうと、実は、何も音がしないことなんです。だと理解しているんですけれども、ただそれは、反語的というか、ノイズがあることが、に対してそう呼んでいるから、ノイズがないのにブラックノイズっていうのは、ちょっと言葉的には、不思議だっていうふうに。思います。で、その間に、例えば、いろいろな色ので分けて、ノイズを作ることができまして、で、その中に、レッドノイズと呼ばれているものが、そういうカーブを描いているものがあって、で、それを、実は私は、の音で、今回この展示空間の構想を練っているというか、このことをいろいろ考えているときに、この展示室にスピーカーももともと備え付けてあるんです。で、それで、その空間すべてが、こう、マテリアルなので、私の場合は。その中で、その赤っていうのを自分が、音でも何か、結局私が見たいのは、赤い色、何かサイエンティフィックにここがここまでが赤色ですよって言われたその色が知りたいわけではなくてここで見たいだけなので
私はその最終的には頭の中のイメージとして赤を見たい。私が今知らない赤をイメージとしてもっと見たいっていう欲求があって、もっと近くできるようになりたいっていうことがある種の強いモチベーションになっているわけなの で、 で それをそのじゃあ音が助けてくれるかもしれないと思ったんです。それでその時に音楽家 の、 あの人に連絡しまして、まあ、最初はとてもあの どういう回答があり得るかも全くわからない状況で、何か音で赤色っていうのを想起させるような何かキーワードとかそういうことを感じるかと普段創作していて、そういうような質問を投げかけました。でそこから会話がスタートして、実際には私は過去に何度か赤を主題に扱っていて、例えば目の見えない盲人の書いたあの赤についてのレポート、赤についてのエッセイっていうのを書いてくださいまして、うん、私に向けて。で、それが展示で書かれていたんだけれども、そのアラビア語で書かれた展示、アラビア語の展示で書かれていたんです。ブレイルで書かれていたものを音符に見立てて、アコースティックウェールと私が名付けて、その音楽として聴く赤色のエッセイっていうのも過去に扱ったことがあって、そういう発想っていうのは前から気になっていて、そしてどうやって、あの、視覚をいろいろスイッチしたり、視覚自体が、こう、一緒になって何か新しいイメージを見せたり、そういうことをしてくれるだろうかっていうのを、いろんな角度から刺激して、その身体を使って、うん、その身体をアンテナのように使って、うん、その近く見るイメージがもっと見たいっていうイメージが、もっと見たいっていう欲求があるわけなんですけど、その時にその音楽家の人が最初はこう、わからないと言ってたんですけど、すぐに、あ、そういえば僕毎日使ってると、その色を。それがレッドノイズだったんです。で、そのスピーカーのテストをしたり、何かこう、そういう時にも使うものだし、そのノイズ雑音なんですけど、そういうものがあるよと。そこからスタートして、で、今回、私がさっきちょっと、ベクさんの中でお話ししていたみたいに、レッドノイズというのは、少しこう、水が流れる音に似ているんです。で、その、雨がこうコンスタントにずつ流れているような音にも似ている。ね、そうしたことにも発想して、で、だんだん、あの、このじゃあ8時間っていう美術館が空いている間に、その、音を通じて、いろいろな、そのレッドノイズという領域に、様々な音が接続する様子から、また新しい赤が見えてくるようになるんじゃないかっていうことをやっている。音流れてるんですか？今はね、流れてなくて、朝9時に、はい、あの、80分間今流れるのと、あと、1日の間に、ちょっと時々、あの、7分ぐらいのが今流れて、ただ、会期 1年間の間に、また、その音自体が変化していくんですね。はい。なので、その、音がこう、泳いでいるような、時々やってきては消えていくような、あの、状況が、こちらの状況です。わかりました。なるほど。はい、私のために作ってくださったなんか資料映像があったじゃないですか。資料の映像で、制作の様子を収めた映像に、さーっていう音が入ってるのとかは、そうです。その音とかも、あれですね。はい、で私なんかこの音は、なんだろうって思ってました。で、なんかやっぱりすごい、私のイメージは、あの小さい粒子の雨がさーって降ってる音で、それがなんかその雨の音というよりかはもう雨が地面とかこう草の上とかに落ちて、それがなんかもう本当ささやかな音を立てて、
ささやかな音の中でこうつながって流れていくみたいな、ものすごいこうささやか繊細な音だなと思って聞いてましたね。うんうん、そうか、あれなんですね。とりあえずは、うん、聞いてます。なので金沢さんも、うん、はいはい、わかりました。で、そうで、その資料映像は、まあ、いわゆる資料映像として作ってくださったんですけど、私の参照用に。で、その中にはなんかこう空をこう見上げるで、こう木立がなんかこう、ああ、ありました、はい、うん、はい、シーンもあるし、はい、まあ、滞在場所の ACAC からこう見たね、あの森の様子をこう、うん、こうやってこう、はい、見せてもらったりとかしていて、はいはい、で、なんかその私あれを見て思ったのが、うん、なんかつまりその作品のね、資料のために、まあ私の参照用に作ってくれた中に、なんかこういうその情景的なシーンが入ってるのって、うん、やっぱ松原さんだなと思ったんですよね。そうですか。それはなんかこう、はい、レアを休めるって言ったら変だけど、はい、足休めできない、うん、そういうのが必要かなって、こうお食事も一回に全部出てくるよりも食べた方が消化にいいかなと思ったり、ね、あとは季節が変わっていく一番です、うん、時間経過があって、うん、で、そしてこの春が入ってた、うん、そうなんです、やっぱりこう雪が降ってる期間も長いし、青森はまあ、着いた頃なんかはまだ雪が降っていて、でそこから桜はずっと咲かなくて、なんていうのを見ているわけなんですけど、私も。で、その間に、まあ、私の制作自体は、こう、本当に生々しい、いろいろな植物やなんかの、本当に生の、まだ吹き出てきたばっかりの血、といったら、ちょっと言い方が悪いけど、何かこう、なんていうんですかね、まだ何もこう色が変化する前の、こう、赤色みたいなのから、3時間、6時間、12時間、48時間、3日間、7日間みたいな感じで、どん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 色が変わっていくわけなんです。で、うん、そのスピードをこの足元で目の前で、その石膏自体を床で制作しているので、その中で見ていくのが私の仕事だったわけなので、うん、それがこう、その変化は、すごいスピードなんですよね。で、すごいスピードだけど、ものによっても違うし、お互いの反応も違うし、なんかそういうものを追いかけてたから、その季節の変化みたいなのも、特別、なんか別のものではなかったというか、で、だんだんそれが全て赤色に見えていくような、なんか感覚を持ち始めるというか、こう葉っぱが緑でも、これも赤色に見えるみたいな、こう目が、そういう風になっていく。なんか、青空も赤色に見えるみたいな、そういうことが起こっていくことになりました。いやー、まあ、そろそろ時間もあれですよね、ちょっと過ぎてるのかなとかも思うので、まとめに入りたいと思いますけど、時計がありません、この多分ね、ちょっと過ぎてるんですよ。それで、これ私の感想なんですけど、やっぱりなんかその、まあ、砂漠の足跡の詩もね、すごい素敵で、でなんかこう固まった、最初液体だったものがこう一瞬固まって、でまたその蒸発して砂になるみたいな、こう過程とその、はい、なんかその軽さと重さの感覚、はいはい、みたいなものがなんかすごいこう見事に、まあ、表現されてたと思うんです。で、そういう中になんか表現されているものっていうのはなんかやっぱりすごい、なんかまあ涙の蒸発はさ本当に一瞬だと思うんですけど、なんか1分とか2分とか、うん、でもその溶岩の蒸発とかになってくると多分ものすごいこう長い時間、うんうん、なのかな。だからなんかそのすごい長い時間とすごいこう一瞬の時間みたいなものが、まあ、一緒にこう入っているような、うん、そういう
あのなんかそういうものをまあ含み込んだ作品でもあるし、うん、あとそのまあトラベラーとしてやっぱりいろんなところにまあ行ってで、まあ、その土地のその文化とかなんか歴史とかそういうものを守ってきている、まあ、それをやっぱりこう感じてもそのか体の中に溜めていてのその次の創作だとやっぱり思うので、うん、そういうものもまあ私たちはこう感じたと思うんですよね。でその赤もさ、うん、いろいろなところから落ち込みましたっておっしゃっていたので、あもうでもなんかもうちょっと時間があるって今メッセージが来たのであの赤がどこから別の大陸から持ち込まれたっていうふうにおっしゃってましたけど、もうちょっと具体的に教えてもらったらみんながおおと思うかもしれない。はい、はい、私がそれこそその十和田に初めて訪れる前に滞在していたメキシコだったり、うん、メキシコからはそれこそこっちにいるっていう昆虫、うん、サボテン実際貝殻虫プチロットですけども、昆虫として乾かして使うものがありまして、有名な色素が中南米で使われている、それもあるし、それから私が拠点にしているモロッコには昔からあるそういう顔料、鉱物染料を扱うような人たちがいまして、でそういうところから集めたものだったり、あとこれはまあメキシコに行った時に特に習ったというか特にそういうことがあったんですけど、ハイビスカスっていう花を私は花としては知っているだけし、うん、お茶としても知っているけれども、そんなに毎日飲むようなお花ではないとなかったんですね、私にとっては、うん、だけどそのハイビスカスをメキシコに滞在している時に滞在施設のお料理を作ってくれる人たちがいまして、そういう人たちが本当に毎日暑いからハイビスカスのお茶をこう冷たくして薄めて出してくださる、それが本当に赤いんです、本当に真っ赤なんです、ね、でそれを毎日毎日自分が飲んでいるっていうのから、最初はこう美味しいし少し酸っぱくて美味しいし熱いしすごく美味しいものなんですけど、だんだんその赤色がなんか体内に蓄積されていくような感じがして、そしたら挙句の果てにタコスになってそのハイビスカスの花が出てきたんですね、ある日。こう私たちはコフにも食べます。で、ハイビスカスの乾燥したハイビスカスの花をタコスの中に包んであったんです。で、それ食べたら美味しいんですけど、そこで花も食べちゃったとなって、私の中でさっきまでというかもう 何日も何週間も溜め込まれていたハイビスカスなんですよ。さらに花、乾燥した花もまた料理してたくさんこう詰まった状態でタコスとして食べちゃったってなっていて、でそこからこうなんか食べるものとなんていうんですか、食べれるんじゃないかっていうか、私のもう顔料なんじゃないかみたいになっていく。でそしてこうマーケットとかに行ってもそのお料理にも使う、何かこう絵を描いたりするフェイスペインティングとかするのにも使うっていうようなものっていくらでもあるわけなんですね。日本だって昔もあったと思うんですけど、でそういうものをじゃあ料理用として買うとかそういうことも目的も定かではなくてもいいから集めていくようになったんです。でそれで、うん、そうすると、まあ、モロッコでももちろんハーベアなんかっていうのは私の拠点にしている場所はものすごく豊富なので、もともとだいぶ、うん、この年月の間に知り得たものがたくさんあるわけなんだけど、でもそれ以上になんかこうアンテナがそこに行ってると、またエジプトのハイビスカスがあったら、あこれはまた違うところのハイビスカスだなと思って例えば手に入れてみたりとか、でその執事を聞いて、もうその売ってる人も知らないなんていうところまで追いかけるようになっていく。そして私の赤のレンジっていうのがその時までにはもう広くなってますので、なんか普通の人には青に見えるものも、もうこれ赤って私が示したらこれは私は赤に見えますってなると、普通はこれは赤とは呼ばないっていうようなものも赤の範疇になっていったりして、そうするといろいろな国の、本当にモロッコだけじゃなくて北アフリカの他の国、あるいは中東の方から持ってこられたもの、あるいはそのインドの方から、私はインドはこの行ったことがないので、インドのものは自分でそこに行って手に入れたわけじゃないですけど、インドだったり、
で、そうしたものがだんだんこう集まっていくっていうことになる。でも、一番はその食べたっていうことも、食べてることにすごく認識したっていうのも、ここにあるもので、私が食べたものいっぱいあるなってい そういう気持ちにも今言われてるとなります。そうなんですね。うん、結構ちょっと話飛ぶかもしれないんですけど、過去の作品ではその身体パフォーマンスもされてるじゃないですか、うん、松原さん。で、なんか、うん、なんか体ってなんかどういうふうに感じられるのかなって思うんですね。まあ、つまりその建築を学んでこられて、で、まあ、こういうこう、まあ、ビジュアルアーツに属するような、まあ、表現っていうのを、まあまあ、物とかね、形とか、まあ、色とかで表現されている中に、こう体っていうのはどういうふうにその距離感とか、なんか関係性とかで入ってくるのかなって常々聞いてみたいなと思ったんですよね。うん、自分の体がなんか素材になったりとか、まあ、パフォーマーの方をお願いしてパフォーミングしてもらう時もあると思うんですけど。はい。うん、私は体がすごい好きで、それはどういう意味かっていうと、本当に複雑なものを持ってるって思うんですね、自分が。例えば、まあ私が子供だったら、周りに何のおもちゃもないところにほったらかされても、ここにおもちゃじゃないんですけれども、ここにある。うん、で、ありとあらゆる、その、機能を備えていて、それが私が、まあ、知らないところでも自動的に、例えば私は食べたらそれがどうなるかわからなくても、勝手にそこから栄養とかを体が分解してやってくれる、うん、それをできるだけ知ろうとすることはできるけど、うん、でも体が勝手にやってくれてることってすごく多いんですよ。で、その勝手にやってくれてることをだんだんそこに寄り添うように自分の気持ちがなっていったときに、体が別のこう大切な、こう例えば大切な人とか大切なお友達みたいに、また自分とは別のものになっていったんです、体がそこで、うん、だからこの体がやってることを邪魔しないようにしよう。私は例えば、私がじゃあ今日今なんか、あっとか、その指が切れたって言って、でここから血が出てきたら、こう、うん、あ、怪我した、どうしよう、この怪我、どうやって治したらいいんだろうとかって、こうパニックにもし私がなったら、その瞬間に、私は体のもしかしたら邪魔もするかもしれないな、私が心配したら。体は体で、本当に私に、知覚されていようがしまいが、とんでもない数の粒子たちが、こう、うん、切れればあっという間に 全というか、そのあっという間に集まって全神経を集中させて、うんうん、そこにポジティブな生きるっていう、その続きに行くような何か操作をしている、うん、それをもし邪魔することができるとしたら私だけかなと。で、それを邪魔しないようにしようと思った時に、身体がすごく面白いものになっていって、そういうこう関係を深めたいと、体と深めたいと思うようになりました。なるほどね。はい。前半のそのレクチャーパフォーマンスの中でも、まあその様々な粒子が一つになったものとしての、まあ、身体みたいな表現が出てきていたのもやっぱりすごい印象的で、全部、うん、自分の体は全部なんか地球上にあったことを知ってるのではないか、であたかもそれを忘れているふりをして生まれてきて、うん、だんだん私たちはそれを知っていくような過程にあるのではないかっていうふうにおっしゃったのがすごい、まあ、心に残ってますよね。なんかその私も覚えてるのは、科学の授業で、まあ、地球を構成する要素が、まあ、あるじゃない、水平、リーベ、僕の船の
なんかそのよう、あれで全部自分たちの体もこう構成されてると。つまり、なんか自分たちがまあ星の一部であって、なんか鉱物と自分たちがそんなにこう遠くないみたいなことを、まあ、学んだときに、なんかそういう環境を覚えたのを思い出しましたね。なんかすごくやっぱりこう体もなんか地球の一部として感じているのかななんて今話聞きながら思いました。はい、はい、でもう一つ聞いてもいいですか。言葉はどういうふうに思ってるんですか。ですね、言葉は私はこういつも翻訳をしているような感じです。母国語とかではなくて、そういう意味ではなくて、自分の母国語は流暢に喋れるけど他の言葉だと翻訳をしているとか、そういう意味ではなくて、あらゆる発話が翻訳だと感じるんです。それはなるほど、先に何かがコミュニケーションをしたいという力が起こって、でその力が発話するから、それのだから言葉の意味が何を指しているのかっていうことはだんだん考えなくなります。それは言葉が勝手に自分たちでテイクケアしてくれるから、その部分は、意味の部分は。私はそうじゃなくて、その発話にする前のコミュニケーションをしようしたい、コミュニケーションのその動機、そこだけにフォーカスしようって思うようになって、だから全ての言葉はそのイメージを何らかの形で運び渡すものかもしれない。でもそうすると言葉だで説明するロジックっていうことがそんなに必要じゃなくなってきて、本当になんか目を見ただけ、あるいはそこにいるだけ、何か気配とか、そういうことが言葉と同じような、むしろ言葉よりももっと強い力を持っていくことになるので、言葉がとても二次的なものになっていきます。でも言葉は大好きです。でもっていうのも、言葉が大好きな一方で、そういう風に感じているから、余計その、余計そこにも美しいものを感じる。足りない。いつも足りない。足りない。いつもなんか、出したいみたいな、フラストレーションを。というか、足りないと最初からこう、受け入れる。だからこそ、でもいろいろな形で伝えようという力が、あるいはコミュニケーションを取ろうという力が、言葉をなんか美しくしていくっていうのも確かだと思います。でも言葉以外のことがいっぱいあるって言いたいです。はい。いやー、ありがとうございました。なんかすごい。ありがとうございました。いやー、もうなんか万物が巡り巡っているなんか様相みたいなのをちょっと感じたような、そんなひとときでした。私はもう金沢さんにぜひまたここにもいらしていただきたいです。はい。そうですね。はい。でも伝わって、はい、とても嬉しいです。はい。いやー、楽しかったです。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ここで中川さんに最後締めていただきましょう。マイクを渡してしまいますね。じゃあ、皆さんも、皆さん、ご覧になってくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。松原さん、金沢さん、どうもありがとうございました。インタープレイ展第1期は来週の7月23日からオープンいたします。たくさんの方にご覧いただけるよう、
来年の2021年8月29日までの長めの会議を設けさせていただきました。皆様のお越しを心よりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。